ベリーダンサーの杉田美智香です。今日は髪の毛トレーニング、初めての試みなんですけれども、髪の毛を使った動き第1弾ということでやっていきたいと思います。で、まず大前提としてこう髪を動かすと、ね、ベリーダンスのショーなんかで見たことがあると思います。髪を動かす動作で、この時に大前提として首をあまり使わないようにっていうことをまずは絶対に意識してください。で、首で何かこう頭を動かしたり髪を動かそうとすると痛めてしまうことがあります。で、特に初心者の方の場合は危険ですので、首ではないということ。じゃあどこなんだっていうと、今私のこの衣装の真ん中、肌が見えてる三角のところ、ここら辺から後頭部が一直線につながっているようなイメージで、この背中の部分を使っていくんですね。で、主に背中と、あとはこの肩甲骨の部分で、ここら辺からこの頭の後頭部が全部つながっている。で、背中を動かすことによって髪が揺れるということをまず前提として意識しながらやっていきます。はい。で、いろいろな動き、じゃあ首をまずね、今こう言ったんですけれども、背中も首も使わない状態で髪の毛をきれいに見せる方法ですね。例えば、まあ、リバースアンジュレーション、その後に手が上がってきてこう髪をふわーっとかき上げるような仕草、こんな形で髪の毛を見せてあげることもできます。これは本当にあのベリーダンスのテクニックはなしで、例えば普段ね、こう何か写真を撮るときなんかにここまで構える、そしてここからふわっとさせてあげるっていう感じ。これはね、手の動きなんですけれども、この後頭部にセットしてふんと弾くように髪の毛を持ち上げてあげる。これで、例えばベリーダンスの動作の中の今やったリバースアンジュレーションから髪の毛をふわっとさせて、ここでゆっくり動いてあげると髪の毛もゆっくり動いてきてくれるので、こんな形、まずは本当にね、あの体の動きを伴わないで髪の毛をきれいにする。今やったようにこう片手で髪の毛を触ってあげる。で、この時にはもちろん髪の毛も大事なんですけど、最後まで指先がきれいに割っていくと、ここら辺からここら辺までつながった美しい動きで見せてあげることができます。反対もこんな感じですね。で、ここで手が例えばこの場所終わっちゃうと、あの髪の毛がたとえね、きれいに動いていたとしても、一つの塊で見た時にあまりきれいじゃない。なので最後まで指先をきれいに下ろしきる。そこで髪の毛と指先一体化してとてもきれいに見えます。で、真ん中で動かす。まずこんな形から髪の毛を使っていただく。そこに軽いステップを入れていきたいんですけど、こんな感じのステップ、これはね、あの早口の時に軽く出てくるステップで、まあ、ちょっと今の流れてる曲とは違う二拍子の、動きになるんですが、どういう動きかというと、1、2、1、2、ステップ踏んでポイ、踏んでポイ、踏んでポイ。この時に体が上半身一緒に踏んだ足と逆を向いて、わかりますか？踏んだ足と逆、この全身ね。で、特にあのここから上が動かないと下半身だけどこういう動きになっちゃうので、今髪の毛を使っていく、今日はねレッスンですので、髪の毛を使うということをさっき言った背中の部分を使う、つまり上半身を一緒に動かしていきたいです。で、1、2、1、2、ね、このステップがまずちょっと何なんだ分かんない、パワーってなっちゃうっていう方は、あの
が、皆さんから見て右側に反対左側ワン、トゥ、ワン、トゥ。で手は、まあ、ちょっとこうこんな感じで前ツイ1、2、1、2。この時に今ちょっと髪の毛揺れてるの分かります？で今ね、意図的に揺らそうとはしてない。でも自然に動いてくるこの状態を、作っていきます。で背中と髪の毛が一緒に動いてくるので、ワン、トゥ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 。でここで、今こっち、右足、皆さんから見て右足に乗ってる時にちょっとね、右にこう上半身を傾けて、そして踏んで反対行く時に、背中が一緒に移動してくるので、さっき言った背中から髪の毛がつながっている、ここで動きます。ワン、トゥ、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 ワン、トゥ。ちょっとできてきました。で、髪の毛を動かすときにこう頭が前に来ちゃうと、ちょっと今怖いですけど、こんな感じで髪が、ね、前に来ちゃう。でこれを払いのけようとすると首を振ったりしなきゃいけないので、基本的にまあベイラーズの基本姿勢の状態はしっかりね、骨盤を立ててこう胸を上げて、まあ、顎を引くという状態なんですけど、ここで頭を前じゃなくてちょっと普段より後ろにセットする。ただしこう倒れるほどの後ろじゃなくて、ほんのちょっとぐっと顎を引くような感じで、そうすると背中からこの頭の後頭部、なんていうんだろう、こっから切って、後ろの部分ね、この丸い部分、ここが一体化してくる、その感じをまず作り出す。でそうするとこの自分の背面、背中、バックの部分ね、と一緒に髪を動かせるという形になってくる。で今ステップやるのが少し難しかったら、本当にねステップは軽くていいです。今日は髪の毛を動かしてみるというチャレンジなので、まず多少ステップが、お足が離れてたりとか変でもいい、あの背中と後頭部をくっつけて、まずは動かす、まずは動かす、こういう形ですね。どうですか、ちょっとできてきました。でこれがまず軽く揺らす方法です。でちなみに、まあ、これがだん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 できるようになると、今ちょっとここにどこかに出してみようかなと思うんですけど、こんな感じで結構激しく動かすようなことができるようになります。でこれまあここまでまずはやらなくてもよくて、これは発展系なんですけれども、このまず第一段階として背中と髪を一緒に使って、こういう形動かしてみます。いいですか、できました。でそこから、じゃあ次なんですけれども、これは簡単な動きですごくドラマチックに、髪を使う方法、一回ダウンしてここでパン上がっていきます。でこれはどういう風にやってるかというと、これも首ではない、首でこうやろうとすると本当にね、一気にあの無秩序みたいになって危ないので、頭とこの背中の部分、今度はねこっからここまでが全部つながっている、ここからここまでですね、というような感じで一回このブロックをちょっと小さくね、手にしないでこのまま下を向くんです。で下を向いた時に、あの中途半端にこう何て言うの、あ下見ていいのかなみたいな、中途半端にやってるとさっきやったみたいにこう髪がね前の顔にかかって上げる時も音とみたいになっちゃうので、そうではなくてなるべく髪の毛を全部下に落として、この何て言うの、後頭部から下に落ちて、この状態まで持っていく。そしてこの背中でハッと上がるんですね。なのでここからここまでを一塊として、まず全部落とす。でそしてそこから
背中で上がってくる、うん、っていう形にすると髪が顔にかからずに上がることができて、例えばまあターンして下を持ってバンみたいな形でかっこよく見せることができます。今すごく早くやったんですけれども、これはあのね、上がる時の背中の動きは速い方がいいです。上半身全部を上げる、ただし首だけ上げようとするとちょっと痛めてしまうかもしれないので、首だけっていうのは絶対やらないでください。これはもう絶対約束してください。はい、で、まあ横から見るとここで、まあ、下がって上がる、こんな形になりますね。なので上がるときはこの上半身全体の力を使って上がってくるので、意外と筋肉ね、まあ、皆さんベリーダンスやってこう作られていると思うのでかっこよく上がれると思います。これをねちょっと躊躇しちゃうとこうなっちゃうので、え、上がっていいんですかみたいな感じになると、こうああどうしようどうしようみたいな、髪の毛がかかってきちゃうので、ここは全部後頭部を見せて上がってくるという感じですね。これ上がった時のこの表情をすごくこうね重要視しますので、ベリーダンスねいい顔してください。はい、こんな感じで今、今日はねすごい本当に基礎の動き、こう髪の毛を左右に動かす、ね、このハリ石のステップをつけながらできるようになるとさらにかっこいいです。でもう一つは下がって上がる、これやりました。で、まあ、第2弾ではここからさらにどんどん発展させていったり、して髪の毛をつけていく方法、振り返る方法なんかもやっていきたいなと思っているので、